こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな、青子です。さて、ホンダが突如発表したホークイレブンですが、この話題がかなり盛り上がってますね。だな、というか、ヤマハやスズキや川崎の新型ネタが全く出てこないから、これでしか盛り上がれないって感じかもな。モーターサイクルショーは2年ぶりの開催だし、ホンダのホークイレブン以外にも色々情報出てきてもいい頃なんですが。ま、開催まで少し時間があるし、各社被らないように忖度し合ってるんじゃないか？それならいいのですが。でもさ、いっぱい新型が発表されても困るだろ？確かに。それじゃ、今回はホンダが3月4日に公開した、ホークイレブン市販予定車の先行特別映像第2弾をネタに、色々考察していきたいと思う。第1弾の内容も振り返りながらの動画になりますので、情報更新って感じでご覧ください。また同じネタこすって遊んでる。なんて言わずに、ぜひ見ていってくれよな。青月電子台では、新型バイクの考察動画をアップしています。内容は、毎週末にアップする新型バイク動画と、今回のようにサクッと速報として公開する動画です。バイク好きの話ネタになるぐらいの内容はあると思うぜ。気に入ったらチャンネル登録して末永くお楽しみくださいね。大阪モーターサイクルショーでホークイレブンが正式公開されたら、詳細情報をアップするから、お楽しみに。4回はいけそうですね。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。さて、今回の流れはこんな感じだ。1、第1弾 PV の振り返り。2、第2弾 PV の考察。です。じゃ、始め、か。1、第1弾 PV 振り返り。まずは2月25日に公開された第1弾 PV の復習だ。25秒の短い動画でしたね。内容は、ホークイレブンという社名とフロントカウル写真。大阪モーターサイクルショーで公開するって告知だ。1枚の写真で盛り上がりまくりです。全く同じ内容のティザー画像も公開されてたから、実際はあの1枚写真だけだったぜ。して、その内容は？白いラインで縁取られた青いロケットカウルと、丸型ライトに丸い DRL が特徴的な外観だったな。あとはハンドル下から生えているバックミラーと、小ぶりなタンクが確認できましたね。巷の噂ではホークイレブンはアフリカツインの派生車で、日本国内限定車って話になってますね。だな。第1弾 PV で公開された情報で分かったのはこれぐらいだな。内容はヤングマシンがスクープしてた内容とほぼ一緒でしたね。老舗雑誌は情報収集能力がすごいな。ちなみに今月号のヤンマシスクープ情報は、川崎の ZX4R でしたね。うん。こちらも楽しみな話題だ。最近の新型発表のパターンはスズキやヤマハはいきなり公開。ホンダや川崎はストーリー仕立ての PV の中で新型チラ見せって感じだな。でも、今回のホンダはシンプルに写真一点公開でした。広告費を削って新規開発部分も抑えて、開発予算をデザインに全振りしたんじゃないかな。って邪推してしまう。第2弾 PV も、バイクを走らせるわけでもなく、車体を撮影して編集したシンプルな作りだしな。画面の明るさやカットがうまく調整されて、仕組まれ感満載の動画でしたね。それでは、前回の公開内容のおさらいはこれぐらいにして、そろそろ第2弾の情報をチェックしましょうよ。そうだな。それじゃ、第2弾情報をチェックしていくか。2、第2弾 PV 考察。今回公開された PV の新カットは3つ。車体正面と正面斜めからのカット、そして真横のカットだな。全体的なスタイルがわかりやすいように、真横カットを合成してみたぜ。ワクワク、ワクワク。その合成画像はこちら。おーおーって、切った貼った感が炸裂してますね。うまく合成できたと思うんだけどな。ま、今回のネタはこの画像だけだ。あら少ない。なのでこの画像をもとに、アフリカツインやレブルと比較していくぜ。エンジン周り。まずは、一番はっきり映ってるエンジン周りから行くぜ。シリンダブロックの形状は、レブル1100とほぼ同じに見えますね。そうだな。クラッチカバーの形状は、DCT モデルとは明らかに違うな。アフリカツインの MT モデルと比べてみましたが、ラジエーターホースの取り回しや、クラッチカバー周りなんかまんま同じですね。ということは、画像のホークイレブンは MT モデルってことだな。画像では見切れてるけど、エキマニアアンダーカバーは、アフリカツインと同じ形状っぽいしな。ふむふむ。あれ、アフリカツインやレブルの MT 仕様って、確かクイックシフターのオプションはなかった気がします。リッターバイクでシフターなしは、ちょっと辛そう。それなんだが、アクツインや MT の MT 仕様には、クイックシフターオプションが用意されたんだよ。布石来た。これは、MT 仕様で車体価格を抑えて、リーズナブルな価格にするための仕込みですね。そう思いたい。フレーム形状とマフラー。フレーム形状は、アフリカツインとそっくりだぜ。確かに、ヤングマシンの情報通りです。シートフレームの跳ね上げ感は、アフリカツインよりホークイレブンの方が強いですね。シートフレームの先に、タンデムステップっぽい部品が見えるんだけど、さらにその先に、ネジっぽいものが見えるよな。うん。これ、きっとマフラーの太鼓部分を止めるネジだよな。ですね。前回のホークイレブン考察動画では、マフラーはセンターアップかって予想したけど、この形状だと、おそらく違うよな。
MT-1100 やアフリカツインが採用しているダウンマフラータイプでしょうね。今回の PV ではマフラー周辺部分がカットされてるから確定ではないけど、多分センターアップではないと思う。ワンチャンありなしだな。センターアップに対し多いだけ使い方が違うぜ。テール&シート形状、ロケットカウルなカフェスタイルだからシングルシートかなって思ったけど、画像はシングル風の一体型シートみたいですね。テール下に肉抜きされたリアフェンダーステイが見えるな。そうするとリアフェンダーはスイングアームマウントじゃなさそうですね。だろうな。形状的には CB650R 風のシュッと伸びたリアフェンダーっぽいな。 CB1000R みたいにスイングアームマウントで肩持ちスイングアームの方がカフェスタイルにマッチすると思うのですが、それは好みの問題かな。俺は通常のリアフェンダーに一票だ。タンク周り、形状はレブル1100のタンクに似てますね。 MT-1100 やアフリカツインに比べたら小ぶりなタンクだな。ということは容量はあまり期待できないってことですか。だろうな。ちなみにレブル1100の燃料タンク容量は13リットルだ。アフリカツインはスタンダードが18リットル、 MT-1100 は20リットルだぜ。たっぷりですね。燃費はレブルが 18.7キロ、 アフリカツインは 19.2キロ、 MT-1100 は 19.3キロ だぜ。ホークイレブンがレブル1100と同じぐらいの燃料タンク容量だとすると、航続距離は250キロぐらいだな。もう少し欲しいですね。せめて300キロぐらいは。ま、近くの峠に行って帰ってくるなら十分だ。おしゃれさんはいろいろと我慢や苦労が伴いますね。フロント周り、真正面からの写真も公開されましたね。このサイドミラーの形状でお腹いっぱいですよ。丸いミラー本体はレブル1100と同じに見えるな。ですね。ウィンカーは LED タイプのいつものやつだ。スクリーンの向こうになんとなく見えるメーターは丸型のように見えます。丸型メーターだとレブル1100のメーターかな。 MT-1100 やアフリカツインに装備されてる四角い TFT カラー液晶ではなさそうですね。残念です。そうか、先日レブル1100に試乗した時にメーターもチェックしたけど、反転液晶は明るくて見やすかったぞ。メーターには燃料計、ギアポジ、時計もついてて特に不満はない。やっぱり TFT 液晶メーターに憧れるんですよ。グリップのパータンは CB1000R と同じだから、メーターも四角い TFT メーターだといいな。ま、確かに TFT メーターだと今風だし、それもいいな。カフェ風だからアナログメーターだったりして、それもウェルカムだ。お次は斜め前からの画像だぜ。この画像ではフロントサスの形状が整列か倒立か区別できないな。アフリカツインがベースなら倒立タイプが採用されてそうですが、そのあたりは次の PV に期待かな。今回の PV 考察はこんなところだな。まだまだわからないことはいろいろありますね。ホイールはキャストかワイヤーか、電子制御の内容とか、TCT モデルがあるのか、排気量のバリエーションはあるのか。妄想したらキリがないで動画はいっぱい作れそうだけどな。この調子だと、大阪モーターサイクルショーまでの毎週木曜日は、ホークイレブンの PV 待ちの日になってしまうな。来週の PV 公開が楽しみですね。公開されるかは不明だけどな。そういえば、ホンダといえば、車関連の発表もありましたね。ソニーとホンダ、モビリティ分野における戦略的提携に向けて基本合意って話だな。ですです。ついに PS のコントローラーで車が運転する時代が来るのか。途中で充電切れたらどうなるのかな。壁まっしぐら。それは勘弁です。話がそれた。じゃ、今回のお話はここまでだ。大阪モーターサイクルショー開催まであともう少し。これからどんなニュースが出るのか楽しみですね。だな。では、また次のニュースでお会いしましょう。それでは See you!